どうも、ルジグニでございます。さーて、続きをやっていこうか。あ？お？アイテムの成長限界が上昇した。あ？あ！さらにレベルアップできるようになる。99かかんのか。あ、もう問答無用でこれレベルアップできるようになると。そういうこと。99か、稼がんといかんな。ザックはあんな奴になんか負けないよ。万全の状態だったら。スパイクガードを見つけた。反射。あ、持ちきれんな、これ。え、どうしよう。あー、もう、本当にこれ、足りないって。これ、レベル99まで上げたら69か。SS69、結構強いな。ロングソードやめて、ドラゴン、ソードにするか。かっこいいしな、名前も。で、スパイクガード。もらうぜ。こらこらーなんてね。それはもう一つ持ってる。記念にあげるよ。やった。31で、これレベル上げると、どこまで防御上がる ?40 かー。カイトシールドの方がいい可能性あるなー。これ。いい可能性あるなー。まあ、どっかで使えそうではあるが。SS まで上げてみる ?41 回 SS まで上げても。って感じ。まあ、どっかで使うか。で、どこに行きゃいいんだい？最下層へって言ってたけど。最下層ってどっから行くの？ここ行ける？行ける。とりあえずうろちょろしてみるか。あれ、街に人が戻ってる。あの方の元に集ったら戦いをさせられるんでしょうか。私はいつまでもここにいたいですね。外の世界に行ってもアディスさんのことを忘れてあげないでください。これこそはという武器をお渡しいただけませんが、私も覚えておいてもらえるような記憶を残したいのです。これこそはという武器？え、ドラゴン、え、セーブ。これこそはという武器。どっちかって言ったら、あれかな、ドラゴンより、スピードシューズ、これどう？ダメだった。ドラゴンソード？あー、一個ランク上げてくれるっていうことか。なるほど。まあ、あえて言うならカイトシールドかな。ちょっと取っとくか。どうせレベル99渡せば上げられるしな。取っとくのもよかろうて。魔王もいないな。つったらばとりあえず奥へと進めばいいのかな。今までの道をたどって。夜になってんな。月が出てる。はー、あれ、行くよ。はい、いいえ。びっくりハテナじゃない。行こう。これが俺の作った魔物たちだ。ドラゴンか、すごいな。まあな、古代の文献を読みはさって俺なりにやってみた。一度作れば量産は簡単でな。このドラゴン作れ、このドラゴンに限れば20頭は作ったよ。で、こんなドラゴンたちに何をさせるつもりだ？決まっているだろう。100年前の。今度こそ負けはせん。お前には今度こそ魔王をも超える究極の魔物を作ってもらおう。そうか。俺はもう魔物は作らん。俺はこの城が十分住みよい場所だと思う。もう他人を巻き込むのはごめんだ。やるなら一人でやってくれ。魔物たちは連れて行くぞ。あいつらが望むならな。ああ。そしてお前には力ずくで協力してもらうとしよう。やめろー。貴様、お前私を助けに来たのか。ヘレン、私はお前をここ数百年ほどずっと面倒を見てきたが、お前は本当にバカなんじゃないのか。なぜ来るなとか行くなとか言うとやりたがる。そうか、アリス、お前瀕死の人間を魔物にしたな。なるほど、これほど良い素体ができるのか。この城に閉じ込められているのはもったいないことだ。自分を閉じ込めた奴らに復讐したくはないか。私についてくればそれが叶うんだぞ。
そうか、私の軍団はバカ、私の軍団にバカはいらん。この場から消え失せろ。さて、どうしよっかな。スパイクガードとかでちょっと様子を見てみるのも良さそうだろう。ポイズン毒、うわ、反射できない。これどうなんしよう。これとりあえずドラゴンソード、防御無視、吸収、早めの回復しといた方が。マジックロッド、早めの回復しとこうか。いやー、毒鬱陶しいね、これ。ドッセイ、ドレイン、防御無視。ここはヒールで。カース、何それ。防御無視、最大 HP 減少。うわー、減らされた。マジックロッドはここスパイクガードで反射。よしよし、いよいよ。でドラゴンソード、でスパイクガードで反射。あー、カースしてくる。ここはヒールで一旦回復するか。でしたらドラゴンソード、わー、どんどんヒットポイント減らされる。スパイクガード、よし、いいよ、戦えてはいるが。防御無視、吸収、ここは一発スパークでぶっ破しに行くか。ドッセイ、行ったか。よーし、かなり際どい戦いだったが、いけたな。ふう、スパイクガード様々だった。この野蛮なやつだ。お、ケツアコアトル。どうすんの、逃げんのか。お前の相手などする気はないのでな、ドラゴンナイト。わー、なんか出た。雑用じゃねえんだよ、ガルルル。まあ、しらばくせえな。お前らやるぞ。どうすんの？そのヒドラとドラゴンナイト、ケツアコアトルを加えて、下界の竜族信仰に祀られていた三竜神をモデルにしたのだよ。私の最高傑作だ。お前たちにこの素晴らしさがわかるか？ちょうどいい相空にやらせてやろう。行け。魔王アンデッドナイト。ええ。かつて地上で最悪の魔物と恐れられたお前たち二人。本気を出せばどんな相手でも敵ではないはずだ。その力を今一度この私に見せてくれ。いいか、アーティスの方は殺すなよ。貴重な人材だからな。やれ。命令には背けないのか。どうすんの？お！魔王アンデッドナイトさん！久しぶりですね、こういうのを。私たちはお前に恩があるわけではないのでな。私たちの友人が危ないと聞いてな。ここでの暮らしは気に入ってましてね。我闇よりの使者、暗黒の帝王、ヤブランド、ここに水産セリ。バカな、貴様らアーディスに居つく気か。とっとと終わらせますよ。他の四天王さんは、クソガキどもおじさんが相手をしてあげよう。かかってくるといい。え、魔王、キック、打撃キック、ダークネス、闘技、瞬速、なんだ瞬速って。防御無視、暗黒闘技、ダークネス、暗黒闘技気になるからやってみるか。暗黒闘技、あ、行動が一旦速くなる、これは強い。で、防御あるやつはキックがいいのか。キック、毎ターン、どんどん暗黒闘技していくべきだよ。ほら、強いぞ、これ。どんどん速くなっていく、魔王さん。どんどん速くしていこうぞ、暗黒闘技。めっちゃ強いやん、これ。もう2で、キック2で打てるんだが。キック2で打てる剣について。
もうキック1で打てるが、キック連打してたら勝てるんじゃないのこれ、もはや。炎のブレスとかしてきよる。打撃の方が火力はあるな。打撃連打していくか。でダークネスも打って、ほらー、いいね。圧倒的パワー、圧倒的パワー、魔王さん、こりゃ勝てへんわ。かっこいい。やつはあっちに行ってしまいまして、さっさと追ってください。こちらは大丈夫ですから、ほら。わー、みんなこの城の住民たちをなめるなよ。お前の力を見せてみろ、お前顔でかいやつ。さあ、お行きなさい。お、四天王の二人、熱い展開だな、おい。なぜだ、なぜアーディスの味方につく、親愛の情でも感じているというのか。魔物のくせに、この麻痺のパライゾ、心までは麻痺していない。あら、いいね、面白え。こんな展開ありかよ、おっさん、今度は俺だ、戦おうぜ。ああ、もううるさいな、私はもうこういうのやりたくないのに。静かに暮らさせてくださいよ、もう。あら、かっこいい。アグに拾ってきたの。ドレインとかあるな。ヒールもあるし。最大 HP 減。これ最大 HP 減とかいいんじゃないの？下がったのか、最大ヒットポイント。わからんが。とりあえずアグニの効果がどんどん上がっていく。毎回ドラゴンシールドするんか、君。アグリの効果が上がっていくだけですよ、それ。もはや。39。ドラゴンシールドしかせえへんな、こいつ。ヤシャはこれあれかな？最大ヒットピン下がってるが。ドラゴンランス。50食らうのはそこそこ痛いが。でもアグリの効果を上げていかざるを得んか。で、ドレインしようか。最大HP減。またドラゴンシールドしてくる。ドラゴンシールドのターンってもしかして吸収なら確定で吸収できる。もうアグリの攻撃力がとんでもないことになってますよ、これ。36。38。もうこれ倒したな。どっせい。強い。こりゃあす、こりゃあ楽しい展開だね。あんまりいじめてやるなよ、ナイ君。いや、すいませんね。私たちちょっと強すぎたかな。うん？誰だ？ああ、メイドさん。すまない。水臭いですね。この城の者たちみんなあなたが好きなんですよ。城の結界壊すのに一番反対したのもナイツさんですしね。静かに暮らしたかっただけですよ。そういうことにしましょうか。そして多分あの子も相当懐いているのでは。ケツアクアドル止まるな。勇者、妖精さんもいるよ。言っておくけど、俺はお前との勝負全く本気じゃなかったからな。当たり前だ。いいのか悪いのかわからない奴と、ましてや女と、俺が全力で戦えるか。だがようやく見つけたぜ。かけ根なしに悪い奴、こっからが俺の見せ場だぜ。本気出すんか。まずい、夜が明けてしまう。そこは任せたぞ。どうすんの、乗れや。あら、してんの。ああ、もうそのでけえケツとっとと乗せろっつってんの。行くぜー、落ちんなよデブ。ひどい言い草。口は悪いのは根からなんだな。さて勇者、よしやるぞ。お前の覚悟を見せてみろ。ヒール、テールシュライバー。
どうしよっかな、とりあえずシュライバーしてみようか。そこそこ、いやいまいちだな勇者。今までの今までのキャラクターに比べるといまいち感すごいんだが。スパイクガードだけで倒せる説ありそうな気はするが、スパイクガード、もう一回スパイクガード、いや微妙に倒しきらん。これヒールした方がいいか。よし、んーでだよ、防御無視なら受けざるを得んが、やばいこれ倒しきらん可能性ある。ヒールして一応、スパーク、どうせい、もうちょいスパイクガード、よし倒したか。ふう、割とギリギリだった。よーし、この EXP はヘレに入ってるんかな。まずいな、太陽が出てきた。太陽が出てくるとまずいのか。妖精さんもいるよ。勇者の腰巾着か。貴様も100年前と全く変わらんな。あんたこそまさかあれだけ受けてまだ懲りないとは驚きだったよ。アーディスが作った魔物をこいつが悪用したわけだけど、アーディスにはこの島の流刑が、こいつには別の刑が執行されたのさ。日の光を浴びることができなくなる呪いの刑。その呪いならとうに抑えることに成功している。あとは貴様らの国を襲って解除の仕方を聞き出すだけだ。お？熱い。体が焼ける。あんたこの呪いを抑えるために一体何をしたって言うんだ？もっと強大な呪いで襲えてあるはずだ。バカ野郎、そんなことをしたら下手したら暴走するぞ。わあ、正真正銘ラスボスか。だーってどうすっかね、これ。それドラゴンソード。ポイズン！初手必ずポイズンか、お前。マジックロット強っ。ここはスパイク。スパイクで防御をし、HP 半減？とんでもないことしてきよる。どうしようかな、これ。最大ダメージのスパークを狙っていくか。あとヒットポイントがどれぐらいあるのかわからんな、これ。42。とりあえずスパイクガード。カース、防御無視、効果20。ヒールした方がいいな、これ。ヒールは下が防御無視。どっせい。ドレイン鬱陶指数。またヒットポイント半減してくる。ここはヒールです。これはまずいぞ。自利品感すごい。ダメージを与えられてはいるが。早めの回復大事に。あーばー、ドラゴンソード、ヒール、ドラゴンソード、いい加減倒せろ、いい加減倒せろよ。うわー、ヒットポイントがどんどん減っていく。おらー、スパイクガード、ニュークリア、やばい行動きた、これ倒せろ。よーし、危ねえ。ふぅ、さてー、この場が、に私たちがいてよかったね。放っといたら自滅するところだったよ。倒した方がいいんじゃないの？お縄だって。神妙にしろい。いや、もう倒してしまった方がいいんじゃないか。どけどけい。なんだ。バカ野郎が、日光に当たっちゃいけねえってそんなに言ってただろうが。
こらこら、お前何やってんだ。そいつ今から逮捕すんだぞ。うるせえな、お前らと一緒だよ。こんなんでも俺の親だろうが。なるほど。帰んぞ。返していいんか？ああ、俺の獲物が。おい、勇者よ。喋れたんか？え、喋れんの？お前は女相手には全力を出せないと言っていたが、私だって女なんだぞ。バカ。そういうこったバカ野郎。じゃあな。ひどい。グゴゴゴゴー。みんな帰ってった。言うほど悪い奴でもないんじゃないか？ああ、クソ、また逃がしちまったか。まあ、今回のところはこれで一件落着って感じだな。この勇者ザックの奇跡にまた新たなページが一つ生まれたわけだ。お疲れ様でした。では上に戻りませんか？ちょっとしたもてなしも用意してあるんです。仕方ないな。そいつも来るんですか？まあそういう固いこと言うなよ。おじさんのおごりだ。おごりもクソもないんですけどね。あら。あら。っていうところで一旦今回この辺で切りますか。多分まだあると思うんだよね。一旦切ります。まだこの後すぐ終わるようだったら一旦ここで、切るのではなくて次とガチャンコしたいと思いますが、ということでまた次回次のパートでお会いしましょう。またねー。